皆さんこんにちは。ピアノ初心者笠子が挑戦する、ピアノ49歳から習い始めて48歳から習い始めて、ピアノ半年でですね、発表会に出るということで感動レッスンプログラム2024というのが8月の23日になります。4月の20ですね、4月の20、ちょうど3ヶ月ぐらい前に、あ、4ヶ月ぐらい前に急に出ることが決まりまして、急遽練習をしていてですね、シャイニングスター、星の王子様、ミュージカル曲を、なんとか、とりあえず、みたいな段階になったところで、なんと2週間海外にいて、一度ぐらいしかピアノに触れないと、ほとんど練習できてないということで、せっかく5月の15日になんとかいい感じになったけど、その後2週間全くピアノに触れず、現在6月1日ということでございます。なんと初回のリハが6月23日になります。歌の人と合わせなくちゃいけないということなんですけど、2週間空いてですね、ちょっとこれからやるんですけど、ちょっと2週間前が100のレベルだったら70とか60になっちゃってる問題があるので、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、たどたどしい感じになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、なんだっけ、いやーやばい、鍵盤どうだっけ、この音符、楽譜と場所、でも、これはなんだっけ、2個目、1、2、4、ミか、ミ、そうだよね、そしてこの後どうしたっけ、でちょっと待ちやった方がいいですこれ。Thank you.
海外旅行に行く前に100できていたものが70ぐらいかなと思ったんですけど、30くらいになってるかもしれないということで、現在は6月1日ですけれども、6月の23日に初日リハがあるということで、至急思い出さないとということでございます。ちょっと頑張ってやってまいりたいと思います。